ハローキーズ、君はもうたっぷりアニメ見た？たくさんアニメを見た君も、まだまだな君も、夏アニメ言えるかなに挑戦だ！ワン、ツー、スリー、フォー、無色転生、呪術廻戦、まさむねくんのリベンジある彼女をお借りします。ホイミヤピース、死神ボッチャとクロンメイド。ラララ、言えるかな？君は言えるかな？ラララ言えるかな、続編の名前。今日からなんですけど、2023年夏アニメが本格的にスタートするんですよね。で、私マイクールマイクールなんですけど、まあそのクールで面白そうだなっていう作品を7つ紹介してるんですよ。まあ続編は置いといて、新作の中で7つ紹介しております。で、なんで7つ紹介してるかっていうと、これちゃんと意味があってですね、1日1作品はアニメ見てほしいなっていう気持ちがあって、私7つ紹介してるんですよ。1週間ってね、7日あるじゃないですか。だから1日、1作品30分はアニメに触れてほしいなという意味を込めて、まあ別にね、月曜日か日曜日1作品ずつね選んでるわけじゃないですけども、7つ紹介させていただきまして、1週間楽しみましょうっていう、意味を込めて、7つ紹介させていただいております。で、夏アニメをですね、7作品紹介しようと思いまして、今期は続編含めですけども、40タイトル、夏アニメ、見る予定でございますので、まあ、40タイトル PV をですね、ざっと、見たんですよ。ありませんでした。新作の中で、おすすめしたいなという作品、7つもありませんでした。言ってしまったら、2つだけ。正直ね、正直言う。2つしか。ありませんでした。続編はもう楽しみよ。夏アニメね。無色転生も楽しみですし、呪術廻戦も楽しみですしね。まあ、サムネ君だって私は楽しみにしておりますし、ホリミアがあれば続編と言っていいかわからないですけども、原作の補完だから。まあ、続編で入りましょう。ホリミアも楽しみだし、死神坊ちゃんとクロメイドももう一気めちゃくちゃ面白かったですから、2021年の夏アニメってクソつまんねえクールって言われてるんですけど、私はね、あれ、めっちゃおもろかったクールやと思ってるから、ね、2021夏アニメだって死神坊ちゃんいたでしょ。で、過激少女もいたのよ。過激少女もいましたし、メイドラゴンもいました。メイドラゴンも行ったりだとか、サニーボーイが、行ったりだとかですね、もうおもろかったのよ。夏アニメ、2021夏アニメ。その中の、まあ、死神坊ちゃんと黒メイド2期が、夏アニメね、2年越しですか、やってくるというところで、いや、めちゃくちゃ楽しみだなと思ってるし、なんやかんや言うて私はさ、極上でのスパイ教室も楽しみにしてますからね。冬アニメの中でね、言うたら輝いてましたよ。ね、頑張ってたと思う。で、私、後半はちょっとおもろいんちゃうってスパイ教室思ってたんで、2クール目、楽しみだなっていうところで、まあ、2クール目であったり、続編であったりね、夏アニメ楽しみだなという作品あるんですけど、新作どう?で、私おそらく3ヶ月後にですね、この動画にですね、まあ私自分でアンサー出してると思うんですよ。自分が紹介した、作品、当たってたかと、おもろかったかとっていうようなアンサー動画多分出してるんですけど、逆に聞くわ。何おもろかった ?3 ヶ月後の私よ。3ヶ月後の私に聞きたい。何おもろかった新作で、ぜひとも未来の私よ。教えてくださいっていう、ところなんですけど、まあ、一応ね、ほんまになかなかビビッとくる作品ないなと思った中でもですね、5つだけ、ね、ちょっとワンチャンっていうところで選びました。まあ、2つはおもろくなりそうっていうのあるんですけど、5つだけ紹介させていただきます。さらっとね、紹介します。まず1個目はですね、好きな子がメガネを忘れたと。いうところで、まあ、PV をね、見ていただければわかると思うんですけど、やっぱ、ゴーハンズさんが制作されてます。これね、ゴーハンズさんが制作されてるんですけど、やっぱ、独特でしょ。アニメーションが。昔からそうですけど、ゴーハンズさんってもう独特じゃないですか。なんか、距離感バグってね、みたいな感じというか、その CG と手書きを合わせてね、すごいアニメーションなんですけども、あれが、まあ、ラブコメにマッチするのかどうか問題ね。これが非常に問題になってくるかな、っていう、ところもございますし、まあ、PV
の時点でも、そのアニメーションの距離感みたいなところバグってるんですけれども、その二人のね、距離感、ラブコメなんでね、あの男の子と女の子いるんですけど、この二人の距離感もね、結構バグってんなというところも PV みたいな感じね、ありましたので、まあ、ワクワクする気持ちもありつつ、まあ、不安な気持ちもありつつっていうのが、まあ、好きな子がメガネを忘れた。これはちょっとは期待できるかなというところはあります。二つ目。できる猫は今日も憂鬱ということで、これもゴーハンズさんなんよ。ゴーハンズさん、もう全く一緒やからね。ほんまにこの好きな子がメガネを忘れたと、できる猫は今日も憂鬱のアニメーション、PV 見た感じ一緒やからね。なんか、ね、作品で雰囲気変えるとかそんなことは全くせずにですね、同じ、まあ、角度から攻めに行ってるっていうところで、もうこのゴーハンズさんのね、独特のアニメーションが日常作品っぽいんですけど、マッチするのかどうかっていうところが、ま、問題になってくるのかなと思いつつも、まあ癒されるのかなっていう、ところもあったりとか、これ原作が4コマ漫画らしいので、まあ物語を、まあ、紡げるのかどうかね、ここが、鍵になってくるのかなと思ってる人でございますので、まあそのアニオリなんかを、入れたりだとか、原作の順番をね、こう入れ替えたりだとか、してですね、やってくると思うかなと。だから制作陣の手腕が試される、作品なんじゃないかなというところで、まあ、ゴーハンズさんには期待しているというところでございます。三つ目。ルロニケンシン、明治見学、ロマンタン、というところで、あの、子供の頃ですよ。あの、幼稚園ぐらいかな。なんとなく、そのルロニケンシンをね、視聴していた記憶あるんですけど、もう全く覚えてないもん。内容、全く覚えてなくて、あの、ルローニケンシンに抱いてる私のイメージっていうのが、獅子を怖えーっていう、あの、これだけなんですよ。あの、包帯ぐるぐるの人いるじゃないですか。あいつ怖いなっていう記憶をですね、幼稚園の頃に、ね、抱いたなという、ところがございますので、内容は全く覚えてませんけれども、まあ、ルローニケンシンってやっぱめちゃくちゃ話題になってるし、まあ、めちゃくちゃ力入れてるんですよ、ルローニケンシンね。なんか海外でなんか先行上映、やったりとかもしておりますので、まあ、気合が、すごいなというところで、楽しみにしたい。ただやっぱりリメイクなんで、リメイクってなかなか成功しないっていうか、去年から今年にかけて放送しておりましたけども、うるせえ奴らもやっぱなかなか厳しいなというところもありましたし、リメイクはですね、ちょっと怖いんですよね、そういうところが。怖いんですけども、やっぱりね、力を入れてるっていうところに、私もちょっと期待したいなというところでございます。っていうところで、まあ、この3作品は、まあ、かろうじてちょっとワクワクするかなってところなんですけど、残り2つ4つは割と楽しみにしている作品でございます。4つ目、ゾン100、ゾンビになるまでに、したい100のことということで、これ PV 視聴していてですね、一番心がワクワクしたんですよね。で、おそらくギャグアニメになるんじゃないかなっていう、ところがあって、主人公がブラック企業に勤めてるんですけど、この世界がですね、なんかゾンビ化してしまうんですね、人たちが。ほんなら、これ働かんくてええやんっていう感じで主人公は、ワクワクすると。ほんで、まあ自分もおそらくゾンビになってまうっていうところで、じゃあゾンビに、なるまでに100のことやりましょうねっていうところでございますけれども、これ多分不意打ちにね、なんかメッセージ性のある回だとか、泣ける回だとか、そういうのをぶち込んでくるんちゃうかなっていうところ、まあ人間ではできるけどゾンビではできないよねっていうところも、ね、絶対出てくると、思いますので、そういうのが来ると、化けるんじゃないかなと思っている次第でございます。これは結構楽しみです。最後ですね、5つ目。私の幸せな結婚っていうところで、まあ、一番期待したい作品なんですよね。で、明治大正の雰囲気がある架空の世界で織りなす、政略結婚から始まるシンデレラストーリーっていうところが、まあ、公式サイトにね、書いてあったんですけど、その幸せとは何ぞやっていうところの、問いに対して、この作品がどんなアンサーを出してくれるのかっていうところは、非常に楽しみだなって思っておりますし、まあ、キネマーシトラスさん。制作なんで、アニメーションの部分に関しましても、まあ安心っていう、ところがございますが、一点だけちょっと怖いなーって思うのがですね、PV 見てて、なんかようわからん、能力系なんか使ってたのよ。異能力みたいな、バーン言うて。使ってたから、そのなんかようわからん異能力が、物語を良くするか悪くするかっていう、ここはね、結構怖いポイントではあるんですけれども、PV 見た感じなんですけども、まあ、心に来るものがあるんじゃないかなというところで、楽しみにしているっていうところで、まあ、5作品ぐらいですかね。あとはもう一個めっちゃ楽しみにしている作品があって、で言うてしまったらですね、この動画を視聴している方でもうその作品見たって方もいらっしゃると思うんですけど、ヨハネ。
ヨハネはね、めちゃくちゃ楽しみにしてる。私まだ見てないんですよ。まだ見てませんけれども、ヨハネはおもろいんちゃうかなって思ってるんですよ。PV 見た感じもね、絶対おもろいやんって思いながら見ていたんですが、まあ、なんで紹介できないかっていうと、ヨハネはね、ラブライブサンシャイン好きじゃないと多分難しいと思うんですよ。まあ好きじゃなくても、ラブライブサンシャインをやっぱ見てないと、ヨハネって絶対ついていけないと思うから、まあ、ラブライバーじゃないと難しいですよね。なので、こうなかなか紹介できないというか、まあ、ヨハネを新作に入れていいのかどうか問題もね、私の中であったりは、するんですけれども、ヨハネはすっげー楽しい。私の中ではね、絶対おもろいやんって、絶対楽しいやんって、絶対好きになるやんって、思っている作品でございますので、まあ、6個かな？ヨハネ入れて6個。私の中で、新作の中では、期待できるんじゃないかなと、まあ、ちょっと楽しくなるかなと、面白くなる可能性あるかなという、作品でございましたっていうところで、ちょっと PV 見た感じなんですけども、自分の心を動かす作品は少なかったかなと思ってる人でございます。まあ、逆にね、もう視聴者の皆様にも聞きたいぐらいですわ。このアニメ系 YouTuber としてね、あるまじきことでございますけども、ね、視聴者さんにおすすめを聞くというね、あんまよろしくないかもわかりませんけども、だから原作読んでて、これおもろいんですよとかですね、これ結構おもろなるかもしれませんよみたいな、ものがございましたらコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめ動画あると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただきます。幸いです。まあ、3ヶ月後にですね、未来の私が、いや、お前、見る目なさすぎやろって言ってることに、期待したいと思います。では。